Naoki's pronunciation lesson. Hello, welcome to Naoki's pronunciation lesson. Today's word is これ child. Child. この単語 child. Child. こんな感じで発音しちゃうとちょっと英語っぽくないんですよ。じゃあどうやって発音するの？まあ発音記号を見てください。この発音記号はチュって音ね。これチュはちょっとだけ口を丸めの。Child. Ch. Ch. まあまあでもそこ気にしないでもいいです。で、child。いわゆる二重母音っていうのは前の方を長く。Chi. で、一番英語っぽくするためのポイントはここ。ルドの部分。これを L なんですけど、これをルって言わないで、うっぽく発音する。で、その時に理想的には舌を上の歯茎にくっつける、舌の裏を相手に見せる感じだから、ここでこういう感じです。 child child child、 舌がこのまま child、 舌を動かさないの、上の歯茎にくっつけたまま child child。 日本人の場合 child、 こんな感じで動いちゃいますけど、そうじゃなくて childこういう発音にします。で、滑らかに child. Alright, もう一回言ってみます。child. Okay, that's it for today. I hope your pronunciation is getting better. というわけでまたお会いしましょう。Be sure to come back here again. Bye bye. どうも、小川直樹です。僕の Naoki's Pronunciation Lesson、 これのチャンネル登録ぜひお願いします。これをしていただければお知らせ、今日更新したよっていうお知らせが来ますので、ぜひぜひチャンネル登録お願いします。 Okay, that's it. Thank you. Bye bye.